日本のピアニスト、音楽ライター。国立音楽、大学演奏学科研盤楽器選手卒業、及び音楽情報、社会コース終了。同大学大学院企画専攻修了を経て、同大学院博士後期家庭音楽学領域単位、取得。在学中に、カールスルーエ音楽大学に、ダッド小学生として、ライプツヒに留学。 2007年度、柴田奈美男音楽評論賞にて、奨励賞を史上最年少で受賞したことを機に、音楽ライターとしての活動を開始。ピアニストとしては、アンサンブルを中心とした演奏活動を行う。国立音楽大学大学院伴奏助手を務める。2021年夏に活動をスタートした、オペラユニットカントキューブでピアノ演奏を担当する。 日本音楽学会生会員。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会、研究会員。音楽ライターとしては、CD ジャーナル、ブラーボ、音楽の友などの雑誌やウェブ媒体に寄稿。CD のライナーノーツの執筆、翻訳も手掛ける。その他、レクチャーや各種イベントの司会なども行っている。2016年10月から、インターネットラジオ音場に、 プレゼンターとして出演。小室隆子と組んだ番組初のユニット一番超古文ではピアノ演奏を担当する。ありがとうございます。